天皇寺は、香川県坂出市西の小町やそばにある神言、総王室派の寺院。三号は、金華山。過去の経緯から、陰号の皇寺寺院で呼ばれていたこともある。本尊は十一面間世音菩薩。四国八十八箇所霊場の第七十九番札所。境内は、ストック上皇を祀っていた、白鳳宮に隣接し、白鳳宮が、 ストック天皇者であったときその別当時であった。現在は、ストック上皇を祀ってはいないが、歴史的経緯から天皇寺の名称を持つ、本尊神言、恩魔かキャロニキャッソワカ護衛カ、中学の浮世の中を尋ねべし天皇さえもさすらいぞ、ある農教員、当時本尊、奥の陰馬二玉陰伝承によれば、古代に南海の大行大治氏に向かった三流霊王ら十八人の兵士が、 太陽に船を飲まれて倒れた時、横潮明神が金山のふもとにある泉の水を持って現れ、その水を兵士に飲ませた。すると、全員が命を吹き返して助かったという。それからこの泉は、矢蕎麦の霊水と呼ばれるようになったという。その後、次伝によると、天平年間二行基は、金山姫金山彦が鎮座する金山に、薬師如来を本尊とした道具を改装した。さらにあと、 空海が、矢蕎ばの泉を訪れた時、金山本源の化身である天道が現れ、赤いを組大師に救仕し、この山の仏法を守るようにと報酬を預けた。大師はこの報酬を峰に埋め、荒廃していた同社を再興し、その寺をマニダマイン明星樹寺とこした。また大師は、その霊域にあった霊木で、本尊十一面観音、脇地阿弥陀如来。 愛禅明王の三尊蔵を国作りして安置した。そして、金山の役師は札所となり、それらの霊言著しく七などうがらんが、整のい境内は僧帽を二十四境も構えるほど、流星した。時代は下って、ストック上皇は、方言の乱で破れさぬ帰国に入るとなり、最初の、約三年は、雲井御所で過ごし、その後、情勢の変化により、 厳しく管理するためあたりところに移され、約6年余り遊兵され、長官2年旧暦8月26日に放御した。上皇の亡骸の処遇について刑から返事の死者を、待つ間、金筆疑を冷たい遊ば冷泉に浸し、清水をかけ続けたところ、21日間過ぎた後も、上皇の顔はまるで生きているごとくだったという。その間、冷泉から東へ、 約200メートルのところにあった上皇の御所のあたりから、舞与人口が放たれ、森が光ったという。やがて返事が届いて上皇は、白峰山に葬送され、旧暦9月18日三条で、ダビンに付された。そして、二条天皇は、宝魚の地に一堂を設けるよう沙汰を下しており、上皇が最後に住んだ終焉の地であり、人口が光った上皇の魂が宿る御所跡である。当初に、 礼を沈めるためその年のうちに五秒が建てられた。また、還元二年、五佐賀天皇の戦時により、ストク天皇者は再建され、マニダマインはその別当職に任じられ、スト院クイン永代空王の寺という役割を担わされた。そして、いつの頃か札所は、金山の役師から、ストク天皇者とその別当をマニダマインとなった。故に人は皆マニダマインは天皇寺と呼び、 ストック天皇者は天皇さんと親しまれるようになった。また、この辺りを天皇という地名で呼ぶようになったが、恐れ多いので、野蕎麦の霊水から名を取り、現在は野蕎麦と呼んでいる。江戸時代末期の農協調には、法農業本尊十一面観音ストック院御鎮座所、三州マニダマ院と半義推しに十六八十菊の御門の衆院がされている。明治維新直前、 明治天皇の戦時により、ストックイン五霊は、京都白鳳宮へ戻され、ストック天皇者は、ストック上皇を祀ることを廃止し白鳳宮と、改名された。さらに、明治初年の神仏分離霊により、神社境内にある寺院は移転か廃寺を迫るものであり、さらに寺受け制度の寺院に新政府は厳しく、マニダマインは廃寺となった。ただ、諸外神官には、マニダマイン寺が赴任し、 79番札書は、筆頭末寺の木下山仏城寺、高寺寺寺院が引き継ぐことになった。その後、神仏分離令の嵐が収まった。明治20年、高寺寺院は、マニダマイン跡の現在地に、天皇寺、高寺寺寺院として移転した。三羽鳥本堂の正面と、背面境外地四つ足の赤い鳥居をくぐり、正面奥は、 白宝宮であり、その手前を左に行くと天皇寺の本堂とその左に大志堂がある。右の門を入っていくと本坊がありその右側に農協所がある。白宝宮本殿の向かって、右を通り境内を通り抜け裏に通ずる車道を500メートルほど行くと80祖状の清水と地蔵堂がある。鉄道道路ルーリ三寺やそばの泉から、 墓地の左側を約0 5キロメートル上がり切った頃右に5 0ルほど進むと広い荒れた境内があり、矢蕎麦の泉の源泉地と言われている小さな池がある。北向き不動廃寺跡であり、天皇寺の南1 5キロメートルにある城山山頂近くの滝の脇に北向き不動明王石像が鎮座している。その周辺には不動明王石像が祀られた小さい岩窟があり、 また、工房大地像など数体の石像が祀られている。滝は、不動川となり、天皇寺の参道を横切って、瀬戸内海に注ぐ。ストック天皇いよいよ、訴状道西国三十三所、石仏家観音ストック天皇いよいよ、池城道やそばの清水から白鳳宮に至る。この道は、古来より、近隣住民の生活道であり、その沿道に、西国三十三所の写し石仏が、 江戸時代末期に混流された。しかし、最近は、やぶかしていたが、平成28年より2年をかけて、近隣の人々により整備された。岩根の桜空海が修行をすると明星が出現した、ことから明星淵と呼ばれる淵と大岩があったとされる。また、ストック上皇がこの桜の名木が風に吹かれて散るのを、見て、山高見岩根の桜散るときは、 天の羽衣も履くかと、そう見ると読んだと言われる。地図四国八十八箇所七十八号寺寺寺七十九天皇寺八十国分寺、慶光天皇のことも、日本穂高の子であるとも言われる。また、この伝承は、日本穂高の弟という説や、日本穂高自身が退治に向かったという話もある1689年刊行の、サビ本の四国ペン零上記では、ゆえに、 渡るいける、鳩となりとある、先達協定四国令状開発行306ページより、マニダマインとは、字のごとくマニタから玉マを意味し、マニタから玉マとは、良いタカラダマ同様、意のままに、を意味し、二つがあってこそ神は、意のままにを表した因号であると思われる。ただ、ここで言う、意のままにとは、単なる、刹那的感情のままに、思い通りにというものではない。 さらにこの神仏集合のマニダマインを空海は両部神道の思想を明星十字との事号で表した。1653年の変路期である清自然の四国変土日記に一気に大四御邸の札所はかれかな山の役師なりとある雲井御所に上皇を慕う人々が都から訪れていたため、また平時の乱もあり、上皇を隔離するため当時は森に渦漏れ人々が 近づかないが監視しやすい。この地に移したこのことから白宝宮が民の宮と呼ばれる。玉葉による1825年の農協町による柴谷創宿、著、江戸初期の四国遍路、清四然四国遍路日記の道再現3 0に、P 補充三より宝御から13年後の1177年、高倉天皇は上皇にストックの死亡を送る。それまで、サヌキンと呼ばれていた。 ありがとうございます。